送電で、こちらへ接近する巨人を確認。見たこともない巨人です。さあ、一緒に可愛い子を捕まえよう。あの作戦、始めてもいいかな。楽しみだな。どんな子がいるかな。隊長、落ち着いていきましょう。巨人を捕獲するにはある程度弱らせておく必要があるよ。巨人の捕獲は討伐よりもはるかに難しいけど、成功すれば研究が飛躍的に進むはずだよ。みんなで協力して挑んでくれ。一人でやるより成功率は上がるはずだ。片付ける。任せた。分かったよ。私が巨人の注意を引きます。その間に奴を倒してください。落ち着け。あの獲物は大きくて動きが呪い。ソイル、手間するなよ。了解です。あそこで戦ってるのはモブリットだな。おーい、拠点の設営は終わりそうかい。分隊長、手伝ってください。新しい拠点の効果を検証するはずが、巨人が邪魔で。それぞれ個性があるんだ。みんながみんな同じってわけじゃない。よし、こいつが役に立ってくれればいいんだが。感謝します、分隊長。私の危険に気づいてくれたんですね。そうだと思う。別に面白そうな子の気配に釣られてきたとか、そういうんじゃないぞ。報告、かなりの数の巨人がこちらに向かってきています。やった、新しい子に会える。前線の方がいろんな巨人に会えて楽しいよ。行こう。軍隊長、興奮しすぎです。手はするなよ。了解。そういうの任せた。承知しました。ほら、早く来いよ、このノロマ。私は既存と違う視点から巨人を見てみたい。空回りに終わるかもしれないけど、巨人との交流は日々の疲れを忘れるほど充実した時間だよ。任せた。わかりました。もっと、巨
しゃぎすぎです。落ち着いてください。片付ける。クライアを早く連れ帰って実験を始めよう。この子みたいな巨人めったに出会えないよ。分隊長、興奮しすぎです。協力してくれてありがとう。さあ、あの子たちと一緒に帰ろうか。大変です。作戦範囲内に新たな巨人が侵入しました。面白そうな子が来たようだね。余裕さえあればゆっくり観察したいんだけど。本当だ、あの子気になるね。近くで観察したいな。急いで。手はするなよ。分かった。お前、腹を切れ。
了解だ。子たちに会えて楽しかったね。ぜひまた参加してよ。